スパイシーデイズ、星1。双子島に移住した JS とその島に住んでる JS の交流とカレーをテーマにしたゆるゆりキャベツ漫画。この漫画のすんばらしところは、作画が下手であまりお上手じゃないのでコマが読みづらく、肝心のカレーのレシピや解説のコマ割りだったり料理のデッサンが夜明け前よりウリ色なのキャベツみたいな衝撃を与えてくれます。何よりもメインであるカレーの作画が料理漫画だとしたら致命的に下手くそで、多分自分で作ってない、フードコーディネーターも雇ってない、だから作画が Google で拾ってきた作画を適当に変えたような作画であり、既存の料理漫画と比較してしまい、あまりのぶっ飛びぶりに吠えとなりました。仮に料理漫画だとしたら、最低でも料理を食べたいと思えるような作画が料理漫画だとあると良いよねって風潮があって、あまり作画のお上手じゃない美味しんぼですらしっかり料理の作画は頑張っているし、そもそもしっかり美味しそうな料理作って写真撮ってその写真の通りに模写するだけでいいのぜ、何も難しいことじゃないのぜ。とりわけ問題面白い部分はこの人多分1ミリもスパイスカレーに興味がないと思われる部分がデッサンと作風によく出てて、お前本当に作って食べたのか?って感じが良い味出しているんだよね。ある意味すごすぎる料理漫画とはかっこ哲学を教えてくれた作品。